はいということで今日は、えー、これですねこの漫画についてお話ししますえっ、ー、とですねあのプラネテスという漫画でしてあの1巻は読んで今友人に貸してありますけど2巻目今読んでおります、えー、作者はですねこの人 読み方はまあはい。ということで今ねえー、っと私買ったのはかなり前ですよ、えー、2008年の、えー、ここにあるあの10月20日で25冊という大変よく売れてる本ですねこの本は。はい、当時ね当時買ったんですけどちょっと置,い置きっぱになしちゃって。 はい、いうことなんですけども、あのーまあ、何がいいかっていうと、まあ、こ,れこれ見てもらえば分かるんですけどこの表紙をねまあ宇宙を舞台にした作品ということであのー、この口絵とかねこう初めにカラーの絵があるんですけどこういうカラーの絵がねカラーの絵が出てるんですけど非常に緻密な絵でね、うん、あのー、こう 手間かかってますこの漫画は随分あのなんていうかな一つ一つのこの絵がねすごいねこう結構書き込まれているというかそんな印象を受けました。あんであの宇宙のねこ,のこういうものに対してもねこういう装備とかあ非常にこのなんていうかなあの単なる想像じゃなくて。 あの結構この方が勉強されてあの学ばれてねあの書かれてみますだからそういう点ではまあね私はあの絵が描けないもんでね、えー、あのこういう人は尊敬するんですけど絵が描けるっていうことは自分にとってはすごい上の方の人ってな,なっちゃうんであ,のあるいは音楽、ね、ギター弾けるとか。 ギター弾けるとか、ドラム叩けるとかあの歌うまいとかね、うん、まあ,あの尊敬するんですけど、あのー、まあやっぱりそういう方は見えるんですね世の中でねまあ確かにど努力もして見えると思いますよあの目の見えないところでね。はい、ということでこれはねあの、まあ、あの木星へこう行く、ね、それに選ばれた。 隊員ということでその方たち中心に乗ってますけど、まあ、あのテロの話とかねテロリストが出てきてうんうんとかっていうようなこともあります。であとは何、えー、て言うんですかねあのそうデブリといってデブリ宇宙のゴミ。ゴミについてあの書いた部分があります。 でこれはあの自分は全然その思ってもみなかった視点でやっぱりその宇宙空間に今、ね、あの結構あの以前から打ち上げてしまったいろんなものの,あの残骸とか、まあ、そういう古い古いね人工衛星とかなものがあったりあのアジアの亡国がなんか宇宙空間にこの間何年か前にボーンとすごいこうゴミをね 爆発させて実験させてなんか軍事的な,なんかこう実験らしいんですけどねまあ衛星の恐らく他の国の衛星の機能をこう止めむためになんか宇宙空間に爆発させて細かいそのゴミをねこの細かいこうなんかこういうあの破片出してね、うん、というようなことも見聞きしましたけどもそういうことをやると。 ものすごいだから危ないんですよね船外活動をしようと思った時と,と,とかそこをこう行った場合にそれとぶつかったりするととんでもないことになっちゃうんでもし人間に当たったら、うん、宇宙服に穴が開いてそういうとこじゃなくてものすごいスピードであの周回してるんだからそれが。うんうん、大変ぞっ、まあ、とすることになるということです。こういうういいのは、ね、あのゼログラビティというあの 映画にもねよく出てましたそういうシーンがね、うん、あのジョージ・クルーニーとか出てたあの映画はいであの宇宙についてはあの、まあ、あの真空ということで何にもない空間になってますから実はねあの真空じゃ,じゃなくってあの、まあ、人間では計測できない今の人間の文明では計測できないような物質であの埋まってます というふうふに私は思ってますますあそれ何の根拠もないですけどねで、えーとまあ、私の立場としては宇宙人はいるという立場ですので、まあ、そういうふうになったんですあのだんだん知らないうちにやっぱり特に大きいのはやっぱあれかなネット情報が大きいかなネットがな,あのそうなんだかな出てくる前はあまり、ね、そ半信半疑だったんですけど。 考えてみればね物理的にもこんだけの宇宙すごく大きいですからまあどっかに進化した人たちがいると、ね、あの別にあの5,000年ぐらい前に進化してればいいわけですからねあるいはまあちょっと長く見ても1万年先にね発生した生物がいてとかっていうふうに考えればうまいことこの地球とこう 同時代にたった1万年前に、ね、発生した人たちという方がいればもう1万年以上進んでいっちゃってるんで、まあ、今の自分たちから見るともうなんていうかな、えー、と縄文時代と今の現代人みたいなそれからの違いはあると思いますあのスマホなんかねおしゃべってたら何だとこの中に人がいるのかというような感じとか。 あ,のあると思いますよ。はい、ということで、えー、今日は、えーと「プラネステッツ」ですね、はいあのー。これで終わります。あのですね、まあ、あの絵がいいんで、あのー、ねはいあの買ってもね、えー、と損はないと思いますよ。是、は、非、い、皆さんも読んでください。以上です。